勝てる気しないですよ。ごめんって感じ。やばいんか、裏がやばい。どっちがやばい。もうやばいよね。Jリーグはダゾンですね。ダゾンですね。この映像映しちゃいけない。そうそうそう、試合の映像は見つれないからね。権利的な。俺スカパーの方が好きだったんだけど。録画できるしね。まあね。録画できるでも1890円。まあ安いね。金額やっぱ出そうだな。で海外サッカーを見れて、ドコモなら980円。そうそう、すげえ。さあみんなドコモに行こう。そんなにいいさ。はい、お疲れ様です。ホーム名古屋戦です。監督変わったね、もう。あ、そうですね。その監督変わって一発目ってなんか、いやね、なんかいつもよくうち当たりイメージです。広瀬かな。そう、なんか広島当たりがちで、当たりがち。まあまあ今まあ次この前と横浜に負けちゃって、リーグは直近は横浜に負けて、でホームは2連戦だったんですけど、天皇杯ルヴァンと連戦両方、まあ、90分は1対1でしたけど、まあ、結果的に敗退という形になってしまって、まだ9月は勝ちがないみたいな。ああ、そうか。そうですね。それまでちょっといい流れ、いい流れだったのね、もったいないね。まあ、でもまだ全然ここから上にもどうにもなるんで、上行けるって。昨日ダゾーンのあの J リーグ、ないプレビューショー、プレビューショーでも柏選手がベタ褒めっすよね。最近ベタ褒めっすよね。まあまだ上行く諦めてない、優勝諦めてないって言ってたんで、しっかりと。じゃあもう俺らがそうよね、勝手にあーってなってても意味ないんで、まだ、まあ、まだ勝ち的に上とまだあるし、でリーグもここから終盤に入っていって、8試合かな、残り8試合の5が多分ホームなんですよ、でホームで戦えるっていうか、なんていうの、一つの意味で言うと勝ち癖的なことを。そうや、どこで聞いたことあるんですか、勝ち癖って。あ、知らないです、俺は知らないです。まあ、島の放送局。あれあれ、知らない、知らない。なんか聞いたことある。某まあ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 、まあそれもね、一つだと思う。まあでもホーム2年生やし、勝たんと現象。そうっす、最低でも6っていう気持ちで。ちょっと今日久々に来たんやけどさ、お客さん少なくね、少ないっすか、少なくないですか。あまり多くはないよね。なんかお祭り広場とか行ってもなんか結構全然並んでねえし。そうね、びっくりした、久々に来て。そういう意味ではやっぱ勝たなきゃね。それが結局お客さんが増える一つは一番の理由だと思うんで、そうだね、まず勝つことやな。そうっす、カープの試合も終わったし、シーズンも終わったし、あ、まだあるかもしれんけど。そうだね。そうだね。まあやっぱ久々に勝ちたいっすね。最近ホームで苦しい試合ばっかだったんで。そうね、ちょっとでもいい気分で帰れるように。う、ね、向こうに変に調子づけさせんように頑張りましょう。頑張りましょう。今日も今日は勝って帰りましょうね。なるほど、ありがとうございます。勝つ勝つ、はい、頑張りましょう。お願いします。第1引き分けで、結果的には9月は1本勝ちがなかったという、ちょっと苦しい9月になっちゃいましたね。苦しかったっすね。苦しかったっていうか、現在進行形で苦しいですね。応援しかできないんですけどね。うわ、やべ、まあ、僕たちは応援しかできないんですけどね。相手の時もあったし、1点目取った時の雰囲気は本当に気持ちよかった。最高だったね、1点目。今年多分ホームで一番だったんです。あれ良かった、マジで良かった。取るぞ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 で取らせた感じね。あれは今後もね、あと4試合あるけど、ね、厳しいけど、こういうとこ勝っていかないと、ね、やっぱ何も前に進めんし、なあ、きついね。いやー、タイトル2つなくなって、
タイトル2つなくなってね、前節リーグ戦は水沢で完敗して、それからのフォームだったんでね、もう次の神戸戦が本当に肝だと思うんで、そうですね、またホームで迎えれる試合ができるんで、まあ、ちょっと綺麗事を言うと天皇杯もルヴァンもここで終わって、今日も勝ち切れずにっていうので、ホームでちょっと今苦しい思いが続いてるんで、あと残り試合の過半数がホームなんですよね、うん、リーグが。そうだね、7のうちの4。やっぱそういうこともあるし、やっぱりホームでどうにかしたいですね。そうね、次の試合、まあ、あのクラブも積極的な集客を目指して、すごいね、地上波でも CM さんが流れてますが、僕はワールドカップで見たあのスーパースターが来るということで、 NHK も中継らしいよ。え、そうなんですか。それは人がいっぱい入りますね埋まっちゃうよこれがこれがパンパン埋まっちゃうよ。優勝決定戦みたいなみたいなじゃないね、それぐらいの人が入るんで、チケット早めに買いましょう。いい意味で勝たなきゃいけない雰囲気を多分できるんで、選手もそういういい意味ではプレッシャーかけていきながら一緒に勝とうぜっつって、その3万人近くと選手たちと勝ちたいですね。勝とう、魅了してくれるプレーを引き出せるような応援をしよう。そうですね、考えなきゃ。俺らをやるよっていうのを伝えていきましょう、うん、それでしかないです。疲れた疲れたね。まあ日本もアイルランドに勝ったんで、今日はできないことはない、やれないことはないということをね、あのラグビー日本代表は教えてくれてるので、そんなところですか。みんなのためにやっていきましょう。ワンフォーオール、オールフォーワンということで、ちょっとよくわかんないですけど、イオンスタジアム広島からお伝えしました。お疲れ様でした。ありがとうございました。